い、皆さんこんにちは、こんばんは。マイメロ GB417 ことはーちゃんです。今回は、完成したファイルの紹介をしていきたいなと思います。よかったらぜひ最後までご視聴ください。今回は2冊のファイルを紹介します。まずこちら、これは前も作ったファイルなんですけれども、このデザイン、この形で前も作ったと思うんですけれども、似た感じでまた作ってみました。まずこちらは、ここのケースにトランプのチョコレートのチョコのトランプを入れてます。でこちらはピュアスマイルのパックになります。でこれがトレペで作った袋、また3枚作りました。まずこちらは表紙とかがレトロ系のデザインなので、こういうレトロっていうかレトロガールとかそういうデザインだったので、女の子のデザインを入れました。はい、5種類入れてます。で裏はこんな感じの、裏にもウォールスティッカーを貼ってます。でここはまずこちら、これはアイスクリームのトランプになります。3枚入れてます。それからこちらがこうラベルシールですね。なんかこの瓶に何を入れてるとか書いたりできるような感じのです。でこちらがいつも入れてるこのメモです。とこれも小さい、いつも入れてるメモです。でこちら、ここのポケットにはこんな感じでスイマーのポチ袋を2枚入れてます。でここにはまずスイマーのこのホットケーキのタグをつけてます。でここにはキスミーの平袋、スミーの平袋を2枚とこの平袋を2枚入れてます。これはただ普通に紐の部分を中に入れて、ちょっと待ってくださいね。でこう引っ掛けてるっていうか入れてるような感じになります。あらららよいしょ、はい、こんな感じです。で次はこちらのファイルになります。こちらは猫ちゃんのファイルなんですけれども、こんな感じです。であららら、猫ちゃんのファイルはこれは持ち運びできるお裾分けファイルというものになります。まずこちらのポケットにはこのメモを4枚入れてます。でここにはミニメモを12枚かな入れてます。ガムボールマシンだったりとか夢かわな感じだったりとか、ちょっと声が出なくてすいません。よいしょ。でこれガールのデザインだったりとか、フラペチーノとか、はい、こんな感じのメモを入れてます。でここには猫のぷくっとしたシールを入れてます。でここには普通の平べったいこんな可愛い猫ちゃんのシールを入れてます。でここにはこのパンシリーズのメッセージカードを入れてます。でこちら、これはこんな感じで猫のマステとこのアンティーク系のマステ、ここ2つ東京アンティークですね。こっちはバンデのマステを入れてます。表紙が猫なので猫で猫のものを結構入れました。でこれは付箋です。ちょっと剥がれやすいかもしれないんですけど、付箋で
ボールペンでメモしたりできるようにっていう感じです。でここのポケットを紹介します。まず奥のところには米津ゆうすけさんの大カットメモを入れてます。でその手前には米津ゆうすけさんのこの猫のメモとパンのメモを入れてます。で次こちらです。こちらはこの海外っぽいデザインのメモ、これを入れてます。付箋がくっついてきちゃうんですよねすいません。でこちらがプレゼントボックスのメモと猫ちゃんのメモです。でその手前にはこんな感じでいつも入れてるフード系のメモを入れてます。でこちらこれがこんな感じの今日声が出ないはいすいません。これがこんな感じのメモです。すべてこんな感じですごいこうおしゃれで可愛いですね。でその手前にはプードルのサーカスのメモを入れてます。でその手前にはめっちゃ懐かしいんですけどリラックマのメモを入れてます。前に買ったものでまだあったので入れましたでこちらこれはスイマーのメッセージカードでもう買えないのかな、わかんないけどもう北海道にはスイマーがないのでもう私は買えないかなって感じなんですけど、でも他の店舗とかだったらまだ買えるのかなって感じです。でこちらがこんな感じのパンのポストカードを入れてますちょっと待ってくださいね。よいしょ、あら、ちょっと待ってよ。よいしょ、ひゅっと、はい、こんな感じです。はい、というわけで今回はすっごいガラガラだったんですけど、声が別に風邪ひいてるわけじゃないんですけどなんかすごい最近いろいろ忙しくて久しぶりに動画を撮ったのでなんかあんまりね、こうカメラと面と向かって喋ったりっていうのが久しぶりだったのでなんか声が変だったりとか紹介がぎこちなかったら申し訳ないんですけれども、最後まで見てくださってありがとうございました。時間がある時にメルカリで販売するのでよかったらぜひ見てみてください。ではバイバーイ。